シンクロニカ TV 始まるよ。あれ9月いっぱいでオフライン化、悲しい。ついにこの日が来てしまいました。来てしまいましたね。今も新しく遊んでくれている方がいる中でオフライン化の発表ということになってしまって、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。まあ、悲しいし悔しいしですね。実はちょっと今日のシンクロニカ TV もやっていいのかどうかちょっと悩んだところもあるんです。あるんですが、4周年ということで、皆さんの応援のおかげで4周年迎えられましたということで、この4周年を思いっきり思い出に残る4周年にしていきたいなということで、シンクロニカ TV 4周年スペシャル始まるよ。はい、ということで、ね、改めて、自己紹介していきたいと思います。シンクロニカのプロデューサーを担当しております木水です。よろしくお願いします。サウンドディレクターを担当している水野です。よろしくお願いします。そしてシンクロニカの鹿ジミンさんです。ではジミンさん、本日のお品書きをお願いします。はい、はい、1、4年間の思い出、2、新曲、3、ケーキ、で、まず1の4年間の思い出になるんですけど、はい、これしか喋れないってなるとあんまり盛り上がらない。あー、なるほど、大丈夫です。こんなこともあろうかと本日はゲストをお呼びしております。それでは早速お迎えしましょう。どうぞ。シンクロニカのお姉さん、ライフです。わー、ライフさん、見ないうちに鹿がすごい大きくなってますね。出会った時はこれぐらいだったのに。それ、そうです。4年間の間でだいぶね、大きくなりましたね。はい、じゃあ本日はね、この4名で、やっていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、テーブルの上にシンクロニカの4年間の思い出を並べてみました。あれでもこれ意外と数で4年間にしては少なくないですか。それはね、実はちょっと大人の都合で厳選して、厳選してよりすぐりで上積みを、4年間の上積みを集めてみました。集めてみました。ちょっとね、この他にもこのジミーさんに思い出のかけらを1枚ずつ出してもらいながら振り返っていこうかなと思います。はい、ではジミーさん、初めの思い出のかけらお願いします。じゃじゃーん、じゃじゃーん、シンクロニカ準備室。これ2014年1月19日あ、11月じゃない、10月19日ですね。初めてなんですよ。ということで、まあちょっとキャラが定まってなかったり、ハッシュタグついてなかったり、まだちょっと初心者感が出てていいツイートですね。初めましてからですか。初めましてだもんね。初めまして、そうだよ、これ結構大事だね、初めましてね。しかもまだ英語時代でシンクロニカと読みますって書いてある。本当だ、確かに初めちょっとね、ゲーム名がアルファベットだったもんね。そうちょっと時代の流れを感じますね。感じますね。じゃあちょっと次の思い出のかけら行ってみましょう。はい、次さん、次お願いします。じゃーん、じゃん、これは2015年4月1日、エイプリルフールの初めてのエイプリルフールネタですね。これ富士山の上でロケですか。この時代はね、ロケテストばっかりしてたっていうのもあって、あ、次は富士山でやっちゃうよみたいな。そうそうそう、めっちゃロケテストした。
いろんなところでやらせてもらって、だよね、ロケテスト芸人と呼ばれるものをねこれね、ここのね、富士山の上のところにね、ちょっとだけシンクロニカの筐体映ってる。知らなかった。芸は細かい。芸コマですよ、芸コマ、芸コマ。はい、じゃあジミーさん、次のかけらお願いします。はい、じゃじゃん、じゃじゃーん。お、まあ、これはもうゲーム筐体ですね。初代、2015年の、6月18日、ついに世の中に、はい、ヨロニカが爆誕しました。爆誕、誕生日です。この時はもう完全にオレンジだったんですね。そうだね。あ、なんか今やちょっと懐かしい。懐かしい。こんな時代もあったな。こんな時代もありました。こんな時代もあったな。はい、まあ、こんな時代もあって、こんな時代を経て、じゃあ次の思い出のかけらいきましょうか。かけらお願いします。じゃーん、じゃじゃーん。これは2010、これいつだ、6年、2016年エイプリルフールございます。この時ね、あのパンドラっていう難易度を、うん、あのエイプリルフールネタで出したんですよね。あの、なんだろう、本当はこの時だけのちょっと難しい難易度ってつもりだったんだよね。そう、うん、まだちょっと人類には早すぎる難易度かもしれないと思って冗談で出してみっかって言って出したら、うん、意外とみんなできたっていうので、スシンクチーム調子に乗ってしまって、今後続々とパンドラ譜面が増えていくという増えていくね、ここからだったんですね。そう、そうなんですよ。そうなんですよ。てかこの時さ、あの大福さんカビ入ってたよ。そう、あの箱大福っていうなんか新たな邪悪なキャラクターが生まれた瞬間でした。この時からあのエイプリルフールではなんかメンバーをいじる的ないじるっていう伝統がここから始まった。始まりましたね。思い出深い、思い出深いエイプリルフールでございます。はい、はい、じゃあ次行ってみましょう。じゃーん、じゃーん。みふめさん、これ見たことあるやつですね。ご存知、こちらご存知、見慣れてるやつです。こちらご存知の方見慣れてるやつですね。でこちらが、2016年7月21日に、大型バージョンアップを行いまして、今も皆さんよく知ってる水色になりました。水色になりフォームチェンジしました。チェンジしましたね。やっぱりこっちの方がシンクロニカのイメージありますね。ですよね。ですよね。ですよね。そう思う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 。まあなんかちゃんと落ち着く色になったのかなっていう感じがしますね。はい。じゃあ次の思い出のかけらいってみましょう。お、これは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 これもエイプリルフールですね。そう。2017年4月1日。ということで、このシンクバーストボタンがあるところ、これよく見るとシングルバーストになってる。そう。普段はあの2人でしか押せない。リア充専用ボタンだったんですよ、シンクバーストは。これこうボッチのために作ってみました。シングルバースト。だからシングルバーストを押すと、このペンギンさんとか他にも。パンダとか、リンダさんとか知ってる、この子は知ってますね。そうそう、がこう画面で応援してくれるっていうすごいハートフルな機能だったんですよね。ぼっちもね、ぼっちも楽しくなるよっていう機能でした。はい、いやこれ結構楽しかったよね。うん、結構楽しかった。スクリーンショットがね、こう結構面白いのがあったので、この時しか撮れないスクリーンショットがあったからね。これ残念ながらあのその後本実装されることはなかったなと思うけどね。はい、続いて、じゃあ続いていいですね。じゃーん、じゃーん。2018年4月1日イノタクニカ爆誕。このイノタクさんのさ、このイラストさ、あのラボについてるやつと同じトーンだね。そう、これちゃんとちゃ脈々とあのエイプリルフールに開発メンバーをいじるっていうのが受け継がれている。
今年はいいのか、今年はいいのたくさんでした。だんだんこうエイプリルフールにかける情熱が重くなっているっていうのこの時めっちゃ力入れてたよね、うん、入れてた。ああだってこのネタだけじゃなくてゲーム内もペア譜面っていうのをそうパンドラの代わりのところに作ったんだよね。ペア譜面でパンドラってなったとこからアルファベットが抜けてってペアってなる演出があって、うんうん、あれちょっとね鳥肌あったもんね。あはい、じゃあそんなこんなで続いてじゃーんじゃん、さらに1年経ちまして2019年4月1日ね、シンクロニカザムロードショーましたね。はい、ロードショーしてないよいや、まあ、でもね、これって重大な文化が受け継がれておりまして、そうそうそう、ほら、みふみさんよく見て、この中に登場しているのはあ、この人そうなんですよ、この真ん中 ね、 ここね、シンクバーと思っている、そうジミーさんがいじられているという、これシンクバーストまず取れたんだっていうねそうだね、これどうやって使うの、これ、まあ、投げんのかってよくわかんない多分投げるんだよ、何食わぬ顔してる、何食わぬ顔してね何食わしかもこれね、あのほらこの辺にふんこれはフンバルヨペンギンというらしいんだけど、うん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 、そうさっきのね、あのそうそうこれまでのエイプリルフールで出てきたシングルバーストの仲間たちも登場したりして、ね、あれこれさ、実はこのウサギとかもあの出てきたやつだよね。そうそうそう。そうだよ。あ、本当だ。ウサギさん。そう。ネタが模索されてる。そう、分かる人には分かるネタ。分かる人には分かる。そうなんだ。これ月夜のウサギっていうらしいです。ね。まあちょっとこんな感じで映画全国ロードショーもしてで。今2019年の6月18日、はい、ついに4周年を迎えることができました。まあ、いろんなことがあったけれども、やっぱりみんなの応援でここまで来れたと思うので本当にありがとうございます。ありがとうございました。今回、お誕生日4周年スペシャルということで、はい、まあ、いつもね誕生日にはケーキを準備してるんですけれども、うん、これもねそこにね用意しております。まず1周年の時はショートケーキイエーイ、2周年の時はチョコケーキイエーイ、3周年の時はフルーツタルトイエーイ、で今年はその流れでなんとじゃじゃーん、何ケーキ、チーズケーキベリーソースがけ、はい、ありがとうございますイエーイあの本日6月18日にゲームセンターで、うん、バナパスポートカードを使ってプレイするとゲットできますので、はい、ぜひぜひゲットしてください。いやー本当になんかいろんなことあったね。本当ですね、うん、シンクロニカの本当知らない歴史がいっぱいあって面白かったですね勉強になったね。勉強っていうか、ほら一緒に大福さんほら一緒にやってきた勉強になったよね。はい、ジミーさんちょっとどうでした、ジミーさんの感想。いや思えば遠くに来たものだ。わかる、なんかあのやっぱりたくさんの人たちに楽しんでもらってシンクロニカここまで来れたんだなというふうに改めて思いました。はい、うん、ところで、はい、さっきジミーさんが今日のお品書きで思い出を振り返る新曲ケーキって言ったんですけど、思い出を振り返ったしケーキももう見たけど、まだ新曲について喋ってないです。新曲って何ですか。新曲あるんです。なんと、はい、シンクロニシティレゾネイトリミックスという曲になります。おお、レゾネイトリミックスってなんか名前がなんかセンスの塊ですね振り幅が立ちます。やばいですね。じゃあ皆さんに聴いていただきましょう。早速はい、はい、せーのどうぞ。
ということでいかがでした？いやもうね俺は泣いたよねすでにそうだよねそう毎年泣いてるからああしかもねもうねエモいっていうかエモいよねああ俺が勝手に数えるけどあの初め一番初めの曲だったシンクロニシティを思い起こしながらでもなんか新しいあの雰囲気が出てきて本当に4年間経った新しいシンクロニシティっていう感じがしました。でこれなんですけれども、はい、全国のシンクロニカで6月18日、本日の朝から、ね、朝から、はいはい、遊ぶことができます。で今回実はねビジュアルとか譜面とかもね、うん、ここ今まだ譜面お見せしてないんですけれども、うん、すごいあの力入れてるので、うん、全部の難易度を全てのシンクロニストの人に遊んでほしいぐらいおすすめで全部の難易度全部の難易度全部の難易度大事だよねこれね全部の難易度、うん、ぜひ大事です遊んでいただければと思います。はい、はい、というわけで、素晴らしい新曲もありあとはちょっとねお知らせのコーナーにしたいと思います。先ほどねお話にも出てきました、シンクロニカの4周年記念ケーキなんですけれども、本日6月18日に、ゲームセンターでマナパスポートカードを使ってシンクロニカをプレイするとゲットできます。本日限定ですので、ね、はい、取り逃しのないようにお願いいたします。であとあの去年の3周年記念ケーキとかがですね、あのドリップでゲットできるようになってますのでこちらも取り逃してしまった方は、ぜひゲットしてください。さらに、はい、さらにですねかけら曲が全て開放となります。わー、そしてそしてインクリルフールのあの曲も開放されちゃいます。というわけで、6月18日からですね、新しく遊べる曲がもう、ね、さっきの泣ける新曲があったり、ケーキがあったり、まあ、かけら曲も開放ということで、ぜひぜひ、ゲームセンターで遊んでもらえれば嬉しいです。はい、はい、ではということで、まあ、名残惜しいんですけれども、それでは一言ずつねみんなにもらって締めていきましょうか。はい、はい、じゃあ大福さんからお願いします。はい、4年間大変お世話になりました、まあ、私は個人的にシンクロニカに関われたことすごく幸せだったなって思ってます。またね、みんなで新しいものを作って遊んでもらえるように頑張りたいと思います。また会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあみふめさん、はい、お願いします。まずは皆さんお世話になりましたということで、あの僕は最後の1年しか関わることはできなかったんですけど、あの1年間の中でも本当にユーザーに愛されて、ユーザーの皆さんに愛されているコンテンツだなっていうのを強く感じましたし、あのそういう気持ちを無駄にしないように1年間頑張らせていただいたつもりです。シンクロニカはここで終わってしまうんですけど、まあ、何かの折に思い出したり曲を聴いたりしていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ジミさん、はい、シンクロニカの魂は不滅です。不滅、いいね、ここできた最後。はい、ジミさん、私がね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、いいよ、あのまずあの確認なんだけど、シンクロニカは、2019年の9月末日をもって、はい、オフラインになります。で、オフラインにはなるんですけれども、あの普通にプレイしたりとかはできるので、その時に遊べる曲であったり、どういう風に遊べるのかというのはこの後公式ウェブサイトや、公式ツイッターでお知らせしていきますので、そちらをご覧になってください。でここからはね、僕のちょっと気持ちの話なんですけれども、あのシンクロニカは本当にその4年間、もしくはその前も含めてね、あのいろんなものに翻弄されてきたプロジェクトだったなというふうに思います。でそれをやっぱり支えてくれたのは、何を置いても遊んでくれてるみんなであったり、
それがシンクロニカの力になって、みんなの楽しく遊んでくれてる声が開発チームの力になって、それで4年間、どうにか皆様にお届けしてくることができたんだなというふうに思います。先日のねオフライン化の告知の時っていうのは、やっぱりその自分の心の一部を自分の手で切り取るっていうような、なんかそんな気分で、すごく僕としては辛いし苦しいしという思いの中で告知をしました。で、本当はちょっと告知した後しばらくツイッターとか見れなかったんだけど、まあ、ちょっと経ってやっぱり気になって見た時に、みんなの温かいメッセージが本当にたくさん届いていて、なんだろう、そのおかげもあってやっぱりみんなにシンクロニカを届けられて本当に良かったなというふうに改めてというか、本当にそういうふうに思いました。なんかね、僕の切り取ったその心の一部っていうのは、みんなのその温かいメッセージでようやくなんていうか埋まることができたのかなというふうに思います。まあ、シンクロニカオフライン化してしまうっていうことなんですけれども、まあ、さっきも言ったように遊べますし、何よりですね、なんか今この雰囲気でいくと6月18日の今日からもうすぐに遊べなくなるみたいな、ね、気持ちになっちゃうんですけど、違くって、まだ遊べる、まだ遊べる、まだ遊べる、はい、9月の末日まではバナパスポートカードも使えますし、普通に遊べる、普通にスコアも残るし、なんならね、かけら曲とかも全部解放されて、いろんなことがまたできるようになりますので、最後の最後までぜひね楽しんでいただければ嬉しいなというふうに思います。ではまたどこかでね、シンクロニカに会った時にはぜひ遊んでください。ではでは、ではでは、またどこかで会いましょう。バイバイ、またね。シンクロニカ。